どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回は勝つためになくしていきたい苦手意識の克服方法となります。プラス3だけに関わらずゲーム全般で言えることですが、苦手なものが存在すると思います。使用している武器によっては出てくる嫌いな武器、マップの相性、勝率によってなどなど様々な要因で苦手意識はできます。この苦手意識ですが、正直持っているだけでいろんな影響が出てきます。そこで今回はどんな苦手意識があるかを探すとともに、苦手意識の改善方法やデメリットについてまとめていきたいと思います。この動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。最初に話しておきたいのは苦手意識ができるまでですね。ここではあくまで意識の話を中心にまとめていきます。人によって意識ができるまでの過程が違うかと思いますが、パターンをいくつか載せたいと思います。 1. 対面で負けやすい武器がある。 2. マップやルールによって避ける。 3. 勝率が極端に低い相手やマップがある。 4. なんとなく周りから嫌という言葉を聞くとなります。内容だけ見てるとネガティブなものが多いですね。このあたりは普段のプレイによって蓄されているものが意識の塊となるので難しいところです。1と2に関してですが、これは体験から来る苦手意識ですね。体験での苦手意識は蓄積されやすいものです。特に負けたりした嫌な体験はかなり残るものですね。僕もですが、皆さんも苦手な武器というものがいくつかあると思います。3と4に関しては数値や文字、言葉として見るものですね。知らないうちに刷り込みされているものです。数値に関しては任天堂のアプリで各ルールやマップで確認が可能です。なんとなく勝率を見る機会があるんですよね。あとは SNS やディスコなどいろんな言葉や文字を見ると思います。正直ネガティブのコメントばかり見ているとその武器の嫌な部分が多く見えるので、知らないうちに嫌いになるんですよね。正直僕はこの手のものは無視したり見ないようにしています。負けて考えれれば問題ないですが、影響を受けやすい人は気をつけたいところですね。では4つの過程から苦手意識が作られるわけですが、勝手に出来上がる苦手意識をどうやって解決するのか、次に行きたいと思います。それでは苦手意識を克服する方法に行きたいと思いますが、その前にそもそも苦手意識のタイプを理解する必要があります。苦手意識といっても武器相性だけの人もいればマップだけの人もいます。その他の要因も考えられますが、人によって違います。今回は簡単に4つのタイプで考えてみたいと思います。1つは武器、2つ目はマップ、3つ目はルール、4つ目は腕前です。この4つで苦手意識はだいたい決まるかなと思います。では1つずつタイプを見ていきたいと思います。武器に関しては、ある一定の武器に関して負けることが多い人に挙げられると思います。あの武器いると動きづらいなとか、対戦を避けてしまうとかですね。この場合武器を変えても苦手な武器が同じ傾向になるので、ちょっと厄介な苦手意識かと思います。マップに関しては武器相性から来るものがあると思います。あとは単純に毛嫌いしているとか、マップ理解が追いついていないとかですね。どのポジションがいいのかわからないなど不明なことが多いことから来るかと思います。マップの苦手意識があると、そもそも立ち回りの理解とか説明を聞いてもわからないという問題が発生しやすいかと思います。次に出てくるルールにも影響を与える部分にもなりますね。ルールごとで好き嫌いがあると思います。得意不得意とは大きく異なります。得意だけど好き、得意だけど嫌いという言葉があるように全く違うんですよね。好き嫌いというのは感情から来てます。他のものにも感情の部分が関わりますが、好き嫌いというのは一番感情が出やすい部分です。ルールによって集中力の影響が大きく出るかと正直思います。腕前自体への恐怖から来るものですね。バンカラマッチをするのが何かと辛いとか、腰が重いとか、こういうのが当てはまります。苦手なルールとかの以前にバンカラマッチ自体に参加するのが迷惑をかけるなど、プレイ前からネガティブになることかと思います。これもこれでかなり厄介で、普段のプレイができなかったりネガティブな行動になりやすいかと思います。プレイをしない可能性もあるので一番きついかもしれないですね。ざっくりですが4つのタイプだとこんな感じかと思います。もちろん意識の話なのでわからないという時は振り返ったり、次からプレイする時に考えてみるといいかと思います。またここで無理やり苦手意識を考えなくてもいいです。
無意識にあるものなので変に植え付けたくはないですからね。それでは苦手意識によって起きるデメリットに行きたいと思います。苦手意識ですが、そもそもあるだけでデメリットを大きいと考えています。理解していれば問題はないんですが、無意識な苦手意識だと解決方法を探すのが難しいんですよね。特にデメリットで大きい影響を与えるのはネガティブの行動が多くなるということです。極端に苦手武器が来ると動きが遅くなったり、マップの構造やルールがわからないから無謀に突っ込んだりといろいろです。普段できるプレイができなくなるので、集中力も安定感もなくなります。苦手意識があるだけで影響は大きいんですよね。スプラなどの対面ゲームでは、冷静にいることが重要だと思います。その中でメンタルを削る要因があるのは辛いことです。負けてしまうとさらに落ち込みますからね、いいことないです。強気でいくと、勝てるというのはそもそもモチベーション的に前向きなんですよね。逆転されようが勝ち気でいくので動きが変わりません。むしろ負けても前向きなので次につながります。勝てばノリに乗りますからね。この話をするだけで苦手意識から来るメンタルへの影響はかなり大きいかと思います。苦手意識をなくしたいのはこのためです。ではここまで長くなってしまいましたが、苦手意識のことが分かってきたかと思いますので、改善方法に行きたいと思います。苦手意識の改善方法ですが、実際に試している3つのことを紹介したいと思います。1つ目は続けること。1番はこれです。続けるというのは避けないということです。簡単な言葉ですが難しいことです。苦手というのは少ない経験から来るものです。正直経験を貯めないと本当に苦手なのか分かりません。苦手と言ってしまえば簡単ですが、その精度の質が重要です。質が悪ければ分析もできません。できても分析の質は下がります。とにかくどのマップでも続けていき、分析の質を上げていくことが重要になります。2つ目はポジティブな発言をするです。これは先ほどの続けることに対しての分析の質を上げるための方法です。ネガティブな発言というのは相手の汚点ばかりを見ます。自分や味方の汚点も見つけます。逆を言えばいいところは見つけれません。これだと質の悪い情報が集まってしまいます。一方ポジティブな発言をすると見るポイントも変わってきます。例えばですが、 A さんは相手の武器うまいな、そこから攻撃してくるのかという考え、 B さんはこの敵苦手、めんどくさい、味方カバーしてという2つの考え方をしたとき、 A の方がポジティブで情報としても質が高いですよね。このようにやられたことをポジティブに捉えると全く情報が変わります。ポジティブなのは精神の安定にもいいですが、一番のメリットはここだと思ってます。3つ目は練習と反省をする。1と2ができたらそれを続けながら反省に生かすのが大事です。苦手というのは経験の少なさからきます。数をこなすことと合わせて反省をする必要があります。正直反省の仕方ですが、質が悪ければ反省にはなりません。1と2ができてこそ反省の質は上がります。武器、ルール、マップなど苦手意識ができるのは質の問題です。ゲームをするならなんとなくでいいかと思いますが、本当に勝ちたいなら練習と反省の質を上げて続けるのは非常に大事です。今回はこの3つのことを紹介しましたが、1から順に徐々にしてもらえるといいかと思います。苦手意識ってすぐには変えれないですからね。気長にすることが大前提です。はい、ということで今回はここまでとなります。勝つためになくしていきたい苦手意識の克服方法はいかがでしたでしょうか。苦手意識というと避けがちなものですが、正直続けることが大事です。ですが続け方も重要です。個人的にはここ好きとかここ嫌いという差をつけずに、冷静に分析できるように普段から反省と練習を続けるに限ります。上を目指すなら苦手意識は減らすことに越したことはないので、しっかりと克服していきましょう。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。